第10レース1着になられました屋良朝晴選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。今日はちょっと不利な位置からの追い込みだったんですけど、2日間走ってみてどうですか？そうですね、今日がどんどん軽くなっていきましょう。足の方は、明日もちょっと天気が悪いみたいなんですけど、雨は気になりますか？そうですね、ちょっと気になりますね。やっぱ後方後方来られるパターンが多いんで、大ギアなんで明日は積極的に攻めたいと思います。最後に、優勝戦へ向けて意気込みを一言お願いします。そうですね、まだラインがちゃんとつくかどうか分からないんで、でも明日も精一杯確定場乗れるよう頑張りますんで、よろしくお願いします。